切り寿司、寿司は、魚をすじめしたもの。サバのすじめを刺すことが多いが、サワラ、アジ、タイなどを用いたものもある。サバの場合は、しめ鯖と類似する。おおむね西日本では、寿司、東日本では、しめ鯖と呼ぶのが、一般的である。寿司という名前だが、飯なしの切り身で食べるのが、一般的。切り身はさらに切り込みを入れる場合もあり、わさび、 生姜などを添える場合もある。飯に乗せて、寿司としたものは、傷し寿司、鯖寿,寿司、バッテラなどになる。一般的な作り方は頭を落とし内臓を取って3枚、おろしにした魚を塩に一晩程度漬け、その後塩を洗い落として、酢で漬ける。漬ける時間などや塩、酢の量は各種流儀があるようである。もともとは保存食であり。 日本海で採れたサバを京都に運ぶために塩漬けにしたのが始まりとされる。北海道方言などで生寿司を生寿司と発生した場合は通常の江戸前寿司を指す。アニサキスはサバにも寄生している。24時間以上冷凍しないサバを使った調理では食中毒を発症する可能性がある。一般に巣は殺菌効果があるとされているが、 調理に用いる程度の濃度の巣では、アニサキスは死滅しないことに注意が必要である。なお、1999年の食品衛生法施行規則の一部改正により、アニサキスによる食中毒が疑われる場合は、24時間以内に最寄りの保健所に届け出をすることとされている。ありがとうございます。